宗教部チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。筑波大学宗教部新2年、中木弘樹です。今日は何をやるんですか？今日は宿舎の実態、これを解き明かしていきたいなと思います。行きましょう。じゃあ、今回の動画は、平砂宿舎、一年宿舎、いろいろあると思いますが、宗教部員からしたら、どういうものなのか、宿舎が。そういう実態を解き明かしていきたいなと思います。で、まあいろいろ質問があると思うんで、それに質問答えながら進めていくという感じで、いきます。じゃあ、行きましょう。そもそもじゃあまず、はい、筑波大学って、まず、宗教部員、っていうか宗教部に寮ってあります？宗教部自体に寮はないです。なんで、まあ、そうですね、寮生活はないので、そういう人は宿舎に入るかなと思います。はい。だいたいアパートとその学生宿舎住んでる人でどんぐらいの割合？そうですね、今年はだいたい新入生が宿舎に入るんですけど、僕たちの代は33人いるんですけど、その中で7人だけ最初宿舎に入っていました。まあ、なんでそんな多いかと言われれば別に多くないかなって感じです。7人ともこの平砂宿舎？はい、あ、そうですね、1人だけ一宮宿舎っていう、すごい遠いところに反対側にある宿舎に住んでます。2、3年生とかでも住んでる人いる？2、3年生も継続して住むことは可能で、で実際僕たちの代も2年生になっても継続して住むって人が、まあ2人3人ほどいます。で、まあ3年生になってもまだ住み続けてるって人もいるんで、もうそうですね、まあでも住むためには抽選とかいろいろあるんで、いろいろありますけど、何でも住むことは一応可能になってます。はい。じゃあ実際に宗教部員の人がどういう生活をしているのか、まあ、実際に今からね、まあアポなしで突撃して実情を調査したいと思います。行きましょう。衝撃映像が。衝撃が流れちゃう可能性が。アポなしで入った宗教部の一人ですね。この子です。自己紹介を。宗教部新2年の柳田康人です。お願いします。1年間住んでみて宿舎が良かったとこ悪かったとこちょっと教えて。ヤス、あ、俺が良かったとこ悪かったとこ、うん、まあ良かったことは安い。まあ電気代とかもね、水道ガスはかからなくて、で電気代だけかかるけど、電気代も3ヶ月で2000円いかないぐらい。まあお金には余裕ができるかなと思います。悪かったとこは、まあ、共用部分が、キッチンとトイレとシャワー室が。共有部分なんですけど、あ、そこは他の人も使うから自分のタイミングで使えないって時もあります。じゃあ洗濯とか風呂については、そう、何、自分の好きなタイミングではできないんだ。ああ、そう、できない時もある。それはお金かかる？洗濯機は毎回100円、シャワーも毎回100円だから、まあ洗濯は2日に1回3日に1回とか、うん、まあちょっと止めてっていうのが
多いかな、うん、料理とかどうして自炊の頻度とか週の半分弱ぐらい、まあ、最初の方はしてたけどだんだん頻度は減ってきて、まあ、部活終わってそのままみんなとご飯食べ行くことが多かったかな。おすすめの店とかある？おすすめのお店、うーん、じゃあ夢やにみんな来てください。バイトしてます。ひろきはどう？自炊の頻度。自炊は、まあ、僕も最初はやっぱりしてたんですけど、だんだんそうですね、みんなと一緒にご飯行くことの方が多くなっちゃったんで、まあ、今は週3とか、うん、そこら辺なのかなって思います。スーパーってどうしてる？スーパーは霞筑波大学店ってところがもうここから徒歩5分くらい、まあ、もっとも短く行けるくらいのすごい近いところにあるんで、そこで買ったりしてます。まあ、そこはちょっと現金は使えないんで、そこだけ注意してって感じで。トライアル行く人もいるよね。うん、ちょっと離れてるけど。そうです。じゃあさ、なんか筑波大生のイメージ的に宿舎は虫がよく出るとか聞くんだけど、虫とかあとは梅雨の時期とかってどう？いや、もうそれは部屋の場所による。俺の部屋はあんまり出ない。これはやばいです。いや、そこまでにしよう。そこまでにしよう。そうね。冬バード、寒い？まあ、うん、ヒーター、ここのね、ヒーターが自動でずっとついてるから、まあ部屋の窓さえ閉めておけば基本部屋の中は暖かい状態かな。アパートよりあったかい、うん、そう、エアコンも気が早いからすぐあったかい。他にある宿舎の推しポイントとか？まあ、全部手が届くとこに。うん、だから友達とかどう？宿舎に入ったから友達できたとかある？いや、実際宿舎の宿舎で友達ができるってことはあんまなくて、宿休部入ってるから宿休部の宿舎のこといろいろはありますけど、宿舎内だけで友達ができるっていうのはあんまり聞かないと思います。じゃあこれで大体宿舎の実態っていうのは分かったかなと思うんで、まあ、次の場所に行きましょう。 OK。 やばいや、俺のつけ。知らない部員が。今まで宿舎の宿休部の実情を見てきました。これで大体宿舎がどんな感じなのかなっていうのは伝わったのかなと思います。チャンネル登録お願いします。で、宿舎の教頭に関して知りたかったらまたこっちの動画を見て、そこで見てもらったらいいなと思います。チャンネル登録お願いします。で、コメント欄でもっと気になることあるなと思ったら、そこでどしどし募集してるんで、そこもよろしくお願いします。登録お願いします。はい、じゃあチャンネル登録と高評価だけお願いします。はい、じゃあ次の動画でまた会いましょう。バイバイ。続編決定してるみたいな。